はい、こんにちは。今日は二次曲線の標準化についての問題です。問題はこちらです。曲線 5x2 乗プラス2ルート 3xy プラス 7y2 乗イコール32を原点の周りにシータは0以上90度以下回転して標準化した曲線の方程式を求めようといった問題ですね。まあ、これは要するにここの真ん中の xy の部分を消したいということですね。ここが消えればなんとか x2 乗となんとか y2 乗イコールなんとかって形で、まあ、楕円とか双曲線とかっていう形になりますよね。ですので、この一般の標準化した形を求めたいということであります。で、じゃあ何度回転すれば、ここの部分が消えるのかってことなんですが、まあ今この曲線上の点をスモール x、スモール y と取ったときに、これを要するにシータ回転して、ラージ x、ラージ y、こうなったというふうにしましょうと。つまりラージ x、ラージ y というのの方程式を求めたいということですね。これをシータ回転して、ラージ x、ラージ y の方程式を求めたいと。で、逆に言うと、じゃあ、ラージ X、ラージ Y からマイナスシータ回転すれば、このスモール X、スモール Y、この曲線上の点に移るよということですね。ですので、回転行列を使って求めていきましょうと。で、今、このシータ何度回転したら、これ移るのかなっていうことなんですが、このシータはすぐに求めることができるんですね。どうやって求めるかっていうと、タンジェント2シータイコール、これ引くこれ分のこれ。つまり、この場合ですと、7マイナス5分の2ルート3。これで求めることができます。この y2 乗の係数、引く x2 乗の係数分の xy の係数ですね。これで求めることができて、今回の場合だと2分の2ルート3ですから、ルート3になりますよと。タンジェント2シータがルート3ってことは、これ単位円で考えたときに、タンジェントがルート3ですから、ここですね。これ分のこれがルート3。で、こっち側もありますね。これ分のこれ。ということで、60度、あるいはマイナス120度ですね。ということで、2シータが60度とマイナス120度のときに、ルート3になりますよと。ということで、シータはっていうと30度、あるいはマイナス60度。この2つが出てくるんですが、今回シータは0から90度の範囲ということなんで、まあ、30度回転しましょうということで、シータの値は30度ということで、すぐ求めることができます。で、もちろんこんなの知らなくても、回転行列を使って、ここの真ん中を消すために、シータを何度にすればいいかっていうのを決定することでやっていくこともできます。まあ、どういうふうにやるかというと、要するに xy をシータ回転するとこれ。逆にこれをマイナスシータ回転してこれですよね。つまり、スモール x、スモール y っていうのは、マイナスシータ回転するわけですから、コサインマイナスシータ、マイナスサインマイナスシータ、サインのマイナスシータ、コサインマイナスシータですね。この回転行列に、マイナスシータ回転した行列。で、これに、ラージ x、ラージ y をかければ、つまり、ラージ x、ラージ y を、マイナスシータ回転したらスモール x スモール y になりますよということですね。これを使いましょうと。で、そうするとこれはコサインシータマイナスサインシータですから、コサインシータサインシータですので、コサインシータラージ x プラスサインシータラージ y ですね。で、こっちはマイナスサインシータ x、プラスのコサインシータ y と。こういう風になって、これをここに代入してあげれば、ラージ x ラージ y の式になりますよね。このスモール x スモール y が今これですから、これをここに代入してあげると。そうすると、ラージ x、ラージ y の式になりますよと。そうすると、ちょうど、このラージ x、ラージ y を消すために、ここの部分消すために、シータを何度にすればいいかっていうのを、あと決定してあげれば OK と。そうすると、シータはこの値が出てきますよと。まあ、そういうふうにやってもいいんですけども、まあ、それでやると結構、計算が大変ですので、まあ、こんなの知っておくと、便利かなというふうに思います。まあ、いずれにせよ、シータは30度になるので、まあ、シータは30度で取ってあげれば OK と。ということで、ここのシータを30度にすれば OK ということなんで、ここ30度で取りましょうと。そしてここ30度、30度で取ってあげれば、これはいくつになるかっていうと、コサイン30度っていうのは、2分のルート3ですね。ここ2分のルート3。で、サイン30度は2分の1ですから、こうなって、ここはマイナス2分の1、で、2分のルート3、y ですね。こうなるよと。ということで、これをここに代入してあげて、整理してあげれば、あとは、ラージ x、ラージ y の式になりますよと。じゃあ、代入していきましょう。5、今、x がこれですから、2分の、ルート3、5x ですね。ルート 3x プラス y と。これの2乗ですね。プラスの2ルート3の、これとかけるこれですね。つまり、2分のルート 3x プラス y と、2分のマイナス x プラスルート 3y ですよと。で、プラス 7y2 乗ですから、これの2乗。2分のマイナス x プラスルート 3y と。これの2乗、イコール32というふうになります。これを解いてあげれば、標準化した方程式が出てきますよと。
まあ、実際計算してみると、これ4分のになるので4倍しましょう。そうするとここ消えて、ここ4かけると消えて、ここは消えて、これ4倍ですよと。で、あとこれ計算していくと、2乗するので3、5、15x2 乗ですね。それから、ここが、2ルート3ですから、10ルート3xy ですね。それから、5y2 乗ですね。それから、マイナスルート3ですから、マイナス 6x2 乗。と、3xy のマイナスですから、2xy ですね。で、4ルート3。xy、それから y2 乗はルート3ですから、6y2 乗と。で、ここは x2 乗の7倍で、7x2 乗。で、マイナス2ルート3ですから、マイナス14ルート 3xy。で、3×7 で 21y2 乗と。イコール 32×4 という形になりますよ。で、これ整理すると、ちょうどここ消えますよね。xy の部分。ここがちゃんと消えますよね。xy の部分、今 xy の部分を消すために、これ、回転したわけですね。30度回転したわけです。ちゃんと消えてますよと。で、あと x2 乗の部分は15、マイナス6、7ですから、プラス1で 16x2 乗ですね。これ 16x2 乗、で、y の方は5で6で21ですので、11で32ですね。で、あとは残ったのが 32×4 ですから、こうなるよと。で、16で割ると、x2 乗プラス 2y2 乗イコール8ですね。こうなって、ちゃんと楕円の式になっているよと。まあ、8で割ると、これ、8分の x2 乗プラスの4分の y2 乗イコール1という形で、楕円の標準形、標準化した方程式にちゃんとなってますよということで、こんな風に求めることができます。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。